ユニホンテレビ。ケーブルテレビです。おめでとうございます。ありがとうございます。今日取材させてもらうので、はい、よろしくお願いします。お願いします。来週になったら、ミツさんのテレビで流れるので、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日の服もかっこいいですね。かっこいい。今月14日に満100歳の誕生日を迎えられた石川光さんです。大正10年に4男2女の6人兄弟の長女として生まれました。高等小学校を卒業後、正三郎さんと結婚し、4人の子供に恵まれました。現在はショートステイなどを利用しながら自宅で生活し、身の回りの世話は次女の翔子さんが行っています。耳は少し遠いものの、受け答えはしっかりとしていて、贈呈式でも港市長から贈られた菓子と祝い金をしっかりと受け取っていました。100歳の誕生日を迎えられましたことを心からお喜びを申し上げます。令和3年9月14日、由利本荘市長、港隆信、どうもおめでとうございます。おめでとうございます。ます大丈夫ですか？ですか？おめでとうございます。ありがとうございます。いいですか？はい。はい。はい。そうすれば、由利本荘市から、はい、お祝い金の贈呈であります。すみません。いやいや、おめでとうございます。どうも。どうですか？100歳おめでとうございます。はい、はい、ありがとうございます。今どんな気持ちですか？今どんな気持ちですか？あまり嬉しくて、なんとか決めてわかりませんが、本当よかった。皆さんに来てもらってありがとうございます。3度のご飯を欠かさず食べているという石川さん、もう一つ元気の源がありました。嵐好きなんですか？嵐大好き。嵐で一番好きな人は誰ですか？一番大変だっけ、あれ松潤だな。松潤だんだ。松潤みんな大好き。本当、嵐はみんなかっこいいもんね。まあ歌も上手だし、そうそう、面白いし、いや本当に面白いですよ。まあカナダで見ねもねんだ。これからも体に気をつけて元気に過ごしてくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。